皆さん、おはようございます。ここからはウェザーロイドタイプ A、 アイリがお送りします。皆さんのエリアの天気はどうですか？今日の幕張は雲が多いです。それでは皆さんの体感の報告を見ていきましょう。北から順番に見ていきましょう。こちらのエリアの方はチャットにいらっしゃいますか？あ、いらっしゃいますね。天気はどうですか？曇ってますか？曇ってますか？体感はどうですか？寒いですか？寒いですか？続いてはこちらのエリアです。こちらのエリアの方はチャットにいらっしゃいますか？こちらのエリアの方はチャットにいらっしゃいますか？こちらのエリアの方はチャットにいらっしゃいますか？今日はいなさそうですね。あ、いらっしゃいますね。天気はどうですか？体感はどうですか？からの、はい、では次行きます。
ちらのエリアの方はチャットにいらっしゃいますか？あ、いらっしゃいますね。天気はどうですか？雨ですか。しっかり降ってますか。お気をつけください。体感はどうですか？はい。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 では次行きます。こちらのエリアの方はチャットにいらっしゃいますか？今日はいなさそうですね。ここからは元気リポートリレーのコーナーです。こちらのコーナーでは綺麗なリポートや可愛いリポートを見て元気をもらうコーナーです。早速見ていきましょう。まずは最初のリポートです。ドン。いいね。チュンチュン。はい、
では次行きます。わあ富士、わあ富士、今日は富士山が見えませんね。現在、幕張のお天気カメラを見ています。あ、間違えた。真っ赤ですね。はい、では次行きます。ロマンチックですね。迫力がすごいですね。直接私も見てみたいな。あっち。はい、では次行きます。すっごい綺麗。ふっくらしてますね。はい、では次行きます。スカイツリーが見えています。はい、では次行きます。はい、では次行きます。あっち、あっち、あったまりますね。ふっくらしてますね。かわいいお花ですね。はい、では次行きます。癒されますね。すっごい綺麗。ご注意ください。お気をつけください。はい、では次行きます。ワクワクしますね。わあ、
リポートを見て元気になれましたか？パチパチパチ！以上、フェザーロイド占いでした。カニ座。続いてはお目覚ましメールのコーナーです。お目覚ましメール、お目覚ましメール。こちらのコーナーでは登録をしている皆さんにメールを送っていきます。5時に起きる皆さんはこちらです。ドン。いいね、すごい。からのパチパチパチ。よろしくね。はい、チーズ。5時に起きる皆さんにメールを送っていきました。それではここまでウェザーロイドタイプ A 愛理がお送りしました。このコーナーはウェザーロイドとサポーターの皆さんの提供でお送りしました。バイバイ。ファイト一発。おはよう。11月14日火曜日、今日はいい石の日。いい石見つけた。おはよう。今日も寒いですね。頑張っていきましょう。いってらっしゃい。おはよう。バレンタインまであと3ヶ月。素敵な出会いがあるといいね。いってらっしゃい。おはよう。白いご飯食べた？お味噌汁飲んだ？お肉食べた？それでは今日も元気にいってらっしゃい。おはよう。今日は全国的に傘の出番。傘忘れずにね。いってらっしゃい。おはよう。今日は傘とタオル持っていってらっしゃい。Thank you.
おはようございます。11月14日火曜日、ここからは全国のお天気を確認していきましょう。この時間の担当は鈴木里奈です。よろしくお願いします。今日は朝の冷え込みは緩みましたが、雨に注意が必要です。それではここからは皆さんからいただいているウェザーリポートをもとに全国の天気をお伝えします。まずは宮城県大崎市源氏さんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。おはようございます。月がぼんやりと見えています。まだ暗く曇り空、寒い体感です。では良き一日をといただいています。こちらは曇り空の報告です。ぼんやりと月が見えているようですね。こちらからは寒い体感報告をいただいています。この後日中にかけての体感の変化もしっかりと見ていきましょう。では続いてのリポーターです。神奈川県湯河原町ナスタチウムさんよりいただきました。ありがとうございます。雨は上がったようだ。一雨ごとに秋が深まるそうだが、まだ暖かさを感じるといただいています。昨日関東では雨の降ったところもありましたし、今朝もまだ雨続いていたところもありましたね。その雨現在は止んだようですけれども、体感こちらは暖かさを感じるということでいただいています。それでは続いてのリポートです。福岡県太宰府市の方よりいただきました。ありがとうございます。福岡県太宰府市、曇り空ですが雨は降っていません。昨日よりは暖かい朝ですといただいています。昨日は各地冷え込み、寒いといった体感報告もとても多かったのですが、今日は昨日に比べると暖かい朝ということでいただいています。曇っているようですが雨は降っていないみたいですね。いただいたウェザーリポートで各地の空の様子を見ていきました。ここからは予報センターと一緒に最新のお天気を確認していきましょう。予報センター、葛谷さん。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在は雨の降っているところもあるようですね。はい、今日は全国的に雨の予報となっていますが、現在北海道そして西日本のエリアを中心に雨の降っているエリアあります。まずは皆さんの報告から現在の天気確認していきましょう。こちらご覧ください、はい、5時までの過去1時間皆さんからいただいた天気の報告となっております。オレンジ色が晴れ報告、グレーが曇り、そして水色が雨の報告となっております。また雨の報告の中でも青色が濃いほど強く降っているといった、報告となっております。現在は四国、近畿エリアを中心に雨の報告、そして関東も南部、千葉県の房総半島を中心に、ザーザーと強い雨の報告いただいているような状況となっています、はい、雨雲レーダー重ねていきますとこのようになっていまして、現在西日本、北陸の西部あたりから九州南部にかけて帯状につながる雨雲、前線の雨雲が通過しているような状況、そして関東のところにも一つ前線がありまして雨雲が通過しているような状況となっています。今日はこの前線天気図で見ていきますと、はい、こちら14日火曜日午前9時の予想天気図となっていますが、北海道を中心の北のあたりに低気圧がありまして、ここから伸びる前線が一つ、そしてその南、日本の太平洋側の付近に停滞前線が一つあるような状況、ここに二段構えの形で今日はこの前線が東へ進んでいくという形になります。この影響がありまして、今日は全国的に雨の降る空、特に日本海側、北日本、北陸などではこの寒冷前線、青い前線ですねが通過するタイミングではざっと強まったり雷雨、北海道では雹、あられなどの可能性もありますので、北日本を中心に雨の降り方十分注意が必要と言えそうです。はい、はい、この影響も受けまして現在の天気、この前線の雨雲が北海道のあたりから九州にかけて前線の雨雲、そしてもう一段先に関東の方で先行している雨雲があるというような状況となっています。この後まだ名古屋周辺では晴れの報告となっていますが、この後出勤時間帯になりますと雨が降り出しまして傘の出番となっていきます。今日は現在降っていないエリアでも傘の必要なエリアとなっていきますので、今日も外出、出勤、通学の際には傘を持つようにしてください。また一方、九州エリア、九州の北部に関しては朝のうちの雨が中心、午後になりますと南部も止んできまして、天気は回復へと向かってきそうです。ただ今日は気温のところで注目があります。昨日は朝
北日本東日本を中心に体感の変化、今年一番の冷え込みとなりましたが、それに比べますと今日の朝の冷え込みは放射冷却もない分あまり寒くないといった状況、皆さんの報告からも少し昨日との変化あまり寒くないといった報告をいただいておりますが、今日は雨が止んだ後、北風寒気もやってきますので、夜の方が気温が下がる傾向となってきます。朝の気温に騙されずお帰りの際のことの考えて、今日も暖かい服装、上着もそしてマフラーなどをバッグに入れて夜の寒さに備えていただいた方がいいかなというところになりますので、朝の体感に騙されないようにしてください。はい、わかりました。それでは今日の空の注目ポイントも教えてください。はい、では今日の空読みポイントを見ていきましょう。今日は全部で3つとなっております。まず1つ目は濃いグレー雲に注目しましょう。前線の通過タイミングでこのような濃いグレー雲近づいてきます。この雲近づいてきましたら今日雷雨のサインとなってきますので、空の変化、雲の色に注目してみてください。はい、そして2点目、こちらは九州そして中国エリア、そして東北太平洋側から関東の北部のエリアにかけてですが、雲の底の尻尾に注目しましょう。ちょうど2つの前線に挟まれたり前線の抜けた後のタイミングでこのような低い雲の尻尾、微粒というものが見られる可能性があります。この雲が見えてますとにわか雨のサイン、雨のまた降るサイン、折りたたみ傘の出番となっていきますので、この雲の尻尾、微粒に注目してみましょう。はい、そして最後3番目になりますが、こちらは沖縄エリア、雲の隙間が増えてきたら天気回復となっています。沖縄エリア前線の雲がようやく離れる予想、午後には回復へと向かう予想ですので、この雲の隙間に注目してみてください。はい、わかりました。くずやさん、ありがとうございました。予報センターのくずやさんと最新のお天気を確認していきました。それではここからはアイコンでも見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。朝の冷え込みは和らぎますが雨に注意が必要です。まずは西日本です。那覇は時々雨が降ります。特に午前中は降りやすい空ですが、午後は雲の間から日差しが届くこともありそうです。福岡、広島は午前中は雲が多くにわか雨の可能性があります。午後は晴れて穏やかな空ですが、北風が冷たくなります。大阪は雨が降り、ざっと強まることがあります。雷にもお気をつけください。朝の冷え込みは控えめですが、昼間も気温があまり上がらないので、上着があると良さそうです。次に東日本です。金沢は傘が必須の一日です。一時的に降り方が強まり、雷雨の恐れがあるのでご注意ください。名古屋は雨が降り、外出時は傘が欠かせません。降り方が強まるタイミングや雷雨の恐れがあります。東京は朝はざっと降る雨にご注意ください。昼間は雲の間から青空が覗くことがありますが、夕方からは再び雨の降る可能性があります。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。続いて北日本です。仙台は雲が多くすっきりしない空です。にわか雨の可能性があるので折りたたみ傘がお守りです。秋田、札幌は雨の降り方が強まり雷雨となる恐れがあるので注意が必要です。札幌ではあられの可能性があります。風も少し強いので丈夫な傘をお持ちください。以上、全国の天気をお伝えしました。アイコンでお天気を確認していきました。特に日本海側の方は強まる雨や雷雨にお気をつけください。そして今日はですね、朝冷え込み緩んでいると私も感じたんですけれども、皆さんいかがでしょうか。体感、お天気も含めまして現在の様子を今確認していきたいと思います。では今のお天気、空ボタンで教えてください。5時のお天気、青が雨、赤が晴れ、緑が曇り、黄色が雪やみぞれの4択で伺っていきます。こちらの空ボタンはパソコンの方は空窓アプリ、スマートフォンの方は空をライブのアプリ、またはウェブからもご参加いただけますので、ぜひ皆さんご参加ください。
そしてコメントやチャットでもお天気や体感を教えていただければと思います。皆さんのエリアお天気はいかがですか？どうでしょうか？宇都宮は曇りで肌寒い。北九州市にわか雨、若干肌寒い。北海道の森町は気温は6度くらいで暖かいです。大阪枚方市曇り、寒さ緩めです。でも寒いといただいてます。豊田市星はっきり、肌寒い。今日はとっても寒いですといったコメントあまりないですね。広島は曇り、体感は長袖で過ごしやすい。東京の新宿も曇り、横浜市は曇り空です。名古屋も曇り報告ですね。横須賀は土砂降りの雨です。寒い。札幌は曇り、寒い。徳島市は雨がポツポツ。私もここに来るとき雨が降っていたんですけれど、少し前に外の様子見たら雨ほとんど降ってなかったですね。やっぱりこう夜中の方が雨降っていたみたいです。東京の練馬区もどんよりといただいています。そして体感は、ね、肌寒いといった体感報告多いですね。昨日はとても寒いです、冷え込みが強いです報告多かったんですけれども、今日はそれに比べると少し寒さ緩んでいるのかなと。皆さんのコメントを見ていきましてもその様子が伺えますね。なかなか布団から出られないっていう方もいらっしゃったんですけれど、今日は昨日に比べると少し起きやすいかもしれないですね。皆さんコメントやチャットでお天気を教えていただきありがとうございました。こちらの空ボタンはご参加いただけましたでしょうか。では5秒前で集計をしていきます。4、3、2、1、終了です。まずは結果を数字とグラフで見ていきましょう。この時間は曇り報告が一番多くなりました。曇りが67、雨が34、晴れが14、雪やみぞれが0という結果です。それではエリア線をマップで確認していきましょう。ご参加いただいた空ボタンの結果をマップ上にまとめました。四国のエリア、雨の降っているところが多いようです。関東も一部まだ雨の降っているところあるようですね。そして北海道、東北北部からも雨の報告です。今日は曇り雨のすっきりしないお天気のところ非常に多くなっています。この後雨のエリア変化があるのか、こちらもしっかりと見ていきましょう。空ボタンご参加いただきありがとうございました。また1時間後の6時にもこちらの空ボタンでお天気を伺っていきたいと思います。それでは現在のお天気を確認したところで、ここからは各エリアのお天気を詳しく見ていきましょう。ウェザーニュースアップデートです。北から順番に天気を確認していきます。北海道の天気をお伝えします。まずはお天気アイコンで見ていきましょう。北海道日本海側のエリアは小さく雨のアイコンついているところ多いですね。それでは確認していきましょう。くず屋さん、はい。今日は日差しが届いていても雨の心配がありそうですね。はい、今日は低気圧前線の影響で日本海側を中心に雨の降りやすいような状況となってきます。一旦日差しが届いたとしても、午後は雨降り出しまして、ざっと強まったり沿岸では風を強まりますので横殴りの雨になることもあります。また前線通過時には雹やあられなどの可能性もありますので雨の降り方に十分注意してください。また、道東のエリア、こちらは晴れのアイコンとなっていますが、夕方夜になってきますと雲が多くなりましてにわか雨の可能性あります。遅い帰宅の際は念のため折りたたみ傘を持つようにしてください。気温は今日朝の冷え込みこそありませんが、気温は右肩下がり、夜の方が気温寒くなってきますので朝の気温に騙されず暖かい服装で外出するようにしてください。わかりました、ありがとうございます。以上北海道の天気をお伝えしました。
東北エリアの天気をお伝えします。まずはお天気アイコンで見ていきましょう。曇り雨のすっきりしない空となりそうです。それでは確認していきましょう。くずやさん、はい、日本海側ほど雨の降りやすい空になりそうですね。はい、今日は前線の通過で東北エリア日本海側のエリアほど雨が降りやすくなってきます。特に前線通過時ざっと強まったり雷雨になることもありますので、日本海側のエリアの方は雨降り出しましたら降り方に注意が必要となってきます。一方太平洋側の方はこちらは雨は降るんですが止む時間も多く、にわか雨程度のエリアも南部ではありそうです。東北の太平洋側に関しては折りたたみ傘を持つようにしてください。また今日の日中の気温は昨日よりと少し上がるような状況となってきますが、気温は右肩下がり、日本海側では沿岸風が強くなってきますので、風通しをしにくい服装で外出するようにしてください。わかりました、ありがとうございます。以上東北エリアの天気をお伝えしました。関東エリアの天気をお伝えします。まずはお天気アイコンで見ていきましょう。南部は小さく雨のアイコンがついています。それでは確認していきましょう。くずやさん、はい、現在雨の降っているところもあるようですね。はい、現在房総半島や横浜の三浦半島を中心に雨雲が通過しているような状況となっています。ただこの雨は午前中特に朝までとなっていきそうです。その後一旦止んだとしても夕方夜にかけてまた雨が降り出す可能性がありますので、今日は一旦止んだとしても傘を持つようにしてください。また南部のエリアは朝のうちの降り方ざっと強まることもありそうですので、出勤時間帯までは雨の降り方に注意が必要です。また曇りアイコンのエリアついているどこでもにわか雨の可能性はあります。今日も念のため折りたたみ傘を持つようにしてください。わかりました、ありがとうございます。以上関東エリアの天気をお伝えしました。中部エリアの天気をお伝えします。まずはお天気アイコンで見ていきましょう。雨の降るところが多くなりそうです。それでは確認していきましょう。くずやさん、はい、各地傘が必要となりそうですね。はい、今日は前線通過の影響で雨の降りやすいような状況となっています。今晴れの報告のある名古屋などでもこの後出勤時間帯にかけてだんだんと雨が降り出しまして、今日は傘の出番がありそうです。特に北陸エリア、こちらに関しては前線の通過タイミングでざっと強まったり雷雨になることもありますので、北陸エリアの方は特に雨の降り方雷雨に注意してください。今日は朝の冷え込みはないような状況ですが、日中も気温はあまり上がりません。暖かい服装で外出するようにしてください。わかりました、ありがとうございます。以上中部エリアの天気をお伝えしました。近畿エリアの天気をお伝えします。まずはお天気アイコンで見ていきましょう。雨のアイコンが目立っています。現在も雨の報告を多くいただいています。それでは確認していきましょう。くずやさん、はい、この後も雨具の出番が続きそうですね。はい、今日は近畿エリア前線の通過で1日雨の降りやすいような状況となってきます。時々ざっと強まることもありますので、今日の外出には大きめの傘を持つようにしてください。はい、また昨日に比べて気温が3度から5度前後低くなっております。朝の冷え込みはありませんが今日の気温上がりませんので、朝の体感に合わせて服装をうまく調節していただいて、コートやジャケットなどうまく活用するようにしてください。わかりました、ありがとうございます。以上近畿エリアの天気をお伝えしました。
中国四国エリアの天気をお伝えします。まずはお天気アイコンで見ていきましょう。現在曇り雨のお天気報告を皆さんからいただいています。曇りのち晴れのアイコンや雨のち曇りのアイコンとなっているところも多いですね。それでは確認していきましょう。くずやさん、はい、現在の雨はだんだんと止んでいきそうですか？はい、現在前線通過で雨の降っているエリア中国四国エリアなんですけども、この前線が通過した後はだんだんと止んでくる形となります。特に山口広島松江は、早朝までの雨と見ていまして、その後はだんだん止んできて午後には回復、夕日もしっかりと見えるところが多くなりそうです。一方、はい、その他のエリアに関しては午前中を中心にしっかりと雨が降りますので、ざっと強まることもありそうですので、念のため大きめの傘で今日は出勤するようにしてください。ただ午後になりますと止んでくるエリアもありますので、傘の置き忘れには念のためご注意ください。わかりました、ありがとうございます。以上、中国四国エリアの天気をお伝えしました。九州沖縄エリアの天気をお伝えします。まずは九州のお天気を見ていきましょう。北部はお天気回復しそうですが、南部は雨が残りそうですね。それでは確認していきましょう。くずやさん、はい、南部ではすっきりしない空が続きそうですか？はい、現在前線通過中の、九州エリアになるんですが、雨の降っているタイミングは北部では早朝まで、そして南部では午前中を中心に降りやすいような状況となっていきます。特に南部では活発な雨雲を通過しておりまして、出勤時間帯頃まではざっと強まることもありそうですので、雨の降り方に注意してください。ただ午後になりますと止んでくるエリアが増えてきます。北部では天気が回復して日差しが届きます。夕日もしっかり見られそうとなりそうです。ただ南部の方はあまりしっかりと回復はしない形、雲の多い天気となりそうです。また回復してきますと北から吹いてくる冷たい風の影響で体感は寒さを強く感じる形となってきそうです。今日の朝よりも夜の方が冷えてきますので、しっかりと防寒をするようにしてください。わかりました、ありがとうございます。続いて沖縄のお天気を見ていきます。曇りに小さく雨のアイコンのところが多くなっています。それでは確認していきましょう。くずやさん、はい、今日は傘が必要なお天気となりそうですね。はい、今日も沖縄周辺では前線の雨雲がありまして、雨の降りやすい天気となってきそうです。特に雨の降りやすいのは午前中、ざっと強まることもありそうですので、雨の降り方は午前中はご注意ください。また午後になりますと雨の降り方は弱まってきて、もしかすると雲の間から日差しが届くチャンスもありそうです。ただ今日もあまり昨日と変わらず気温は上がりません。過ごしやすい体感とはなりますけども、雨が降ってますので少しひんやりと感じられそうです。わかりました、ありがとうございます。以上、九州沖縄エリアの天気をお伝えしました。エリアごとのお天気を確認していきました。今日は雨の降り方強まるところもありますのでお気をつけください。以上、ウェザーニュースアップデートでした。それではここからはお目覚ましメールのコーナーです。5時半に起きる方々にメールを送っていきます。では5時半に起きる方、こちらです。おはようございます、トライブモーニング担当の鈴木里奈です。今日は朝の冷え込みが少し緩みます。ここ数日と比べると起きやすいですね。ただ雨に注意が必要です。日本海側では降り方が強まり雷雨になる恐れがあるのでお気をつけください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。送信。5時半に起きる方々にメールを送っていきました。今日は服装にも注意が必要ですね。以上、お目覚ましメールのコーナーでした。
それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。